んにちは。海洋観光、海洋物流の拠点都市であるモッポのマスコット、ポポ。私はポミです。1920年代に創建されたボガン寺はモッポのユダル山東の麓に位置している小さいお寺であります。このボガン寺ヨンハチョンにある石像弥勒像はユダル山の岩に刻んで造成されたもので、ミクロ像の下を流れている泉は古くから出産の痛みを取ってくれる神秘の泉として知られています。ボガン寺の石像弥勒像の下を流れている泉をジッセムと呼んでいますが、出産の痛みに効果があると知られてから1940年代まではこの一帯の住民たちに愛用されたそうです。住民たちは産婦の陣痛が始まるとジッセムから水を汲んでわかめスープを作って食べさせましたし、また産婦の母乳が足りない時には2つの亀に紐を結んでジッセムに浮かべて母乳をたくさん入れてくださいと祈願してから、その亀に泉の水を入れて家に持ってきてかまど神にも願ったそうです。ジッセムで祈願する時には、海洋朝鮮のチョンラドモッポのモドン申しの男女山神様のご唱覧をいただき、母乳を入れてくださって常に健康で長寿できるように神様の祝福を与えてくださいと呪文を唱えながらひれ伏して拝んでから水を汲んだそうです。ジッセムの正確な位置はヨンハジョンの中にある石像弥勒座台の前にある床下でありますが、その床の蓋を開けるとジッセムが見えます。全く想像もつかない場所にあるジッセムは約 2,3 メートルくらいの深さの泉であります。水量はそれほど多くはありません。しかし枯れることなく流れ続けており、雨が多く降るときはジッセムの水量も増えるそうです。それでは皆さん、またねー。